対戦相手の方が見つかりました。相手のパーティーがヤドラン、ミミッキュ、ガブリアス、カプコケコ、ミミロップ、ユクシーということで個性的なメンツが揃ってますね。どうしよっかな。パッと見た感じレヒデの刺さりはなかなかですね。コケコ以外には、ミミッキュはちょっと怪しいけど、それ以外はだいぶ有利か。ユクシーは微妙っちゃ微妙だけど、ヤドラン来そうだな。うちのパーティーのバシャーもマンムハッサムあたりには、ハッサムは微妙だけどそれ以外にはかなり強く出れるので来そうっちゃ来そうですね。レヒでレヒサンダーでいくとポケコンも大しな。ミミロップを考えても何とも言えんところ。でもサンダーから入るのは正直ありですね。3万レヒルとかちょっとこれはミミッキュきついか。マンムーが勝てそうっちゃ勝てそうですが、いやーこれなー、本当はハッサムにしたいんですよね。ただこれコケコがめちゃめちゃ重たいっていう、どうにもならんレベルではないな。これでいきましょう。はい、では対戦よろしくお願いします。一応今回連れてきたサンダーが、一般的なコケコには大体勝てる方なんですが、たまにいるワイボ Z とかは無理なので、穏やかサンダーなんですよね。ヤドラン、オッケーオッケー、これは有利対面。毒無効にするやつはいないし、ここは毒毒かいいですね。引いてくるとしたらガブリアスか、あるいはサンダーに有利だと思っているカブコケコ、毒毒で。ボルトチェンジ安定の場面なんで、ミミッキは正直出しづらいはず。こっちのメガワークのバシャーもハッサム両方にあんま強くないので、ミミッキはちょっと出しづらそうですね。ありそうなのがガブリアスバック、コケコバック、ユクシーもワンチャンなくはないけど、ユクシーとサンダーの有利不利関係は結構微妙だと思うので、なんとも言えん。ヤドラン突破はないと思うけどな。ボルトチェンジ1点読みでバシャーモとかハッサムに引く読みネットとか、いやそれはないでしょ。突っ張るでもこっち別にそんなきつくないしな。引いてきたガブが一番ありそうか。ガブリアス、で毒毒が入る、オッケー。ただガブには正直毒よりかは静電気の麻痺にやりたかったんですが、これは仕方ないでしょう。懸命がちょい嫌ですが、ここは一旦レヒレでいいかな。ドラゴン Z とかの可能性もなきにしもあらずんば。ただガブヤドラは結構ミミキきつそうだからな。ミミキじゃねえ、こっちのレヒレがきつそうなんで、ラスト誰だろうな。ミミロップだとレヒレ1匹で積む可能性もあるんでないと思うんですよね。かといってコケコは別にレヒレに強いは強いけど、後出しから簡単に勝てることじゃないから、どうなんだろうな。剣舞が少々やるやつが、どうだ、なだれ、スカーフっぽいかな、この感じ。なだれってスカーフだよな。タスキの場合はだって眼風とかだろうし、逆に火力が欲しい場合はストーンエッジなんですよ。なだれを採用するメリットっていうのは、上から叩いてひるみを狙えるっていう一点だと思うので、おそらくスカーフだと思いますね。ここはムーンフォースでいい。コケコに引く場合にも最大打点ですし、ここはそれでいいですね。だコケコがここで来るとね、1匹切らなきゃいけないから結構きついはきついんですよね。あ、ヤドランで来た、嘘でしょ。ヤドラン、レヒエに別に強くねえぞそいつ。なんか変な技持ってんのかな。だちょっと硬い気がしますが、挑発でいいかな。瞑想とか積まれても美味しくないし、挑発指定の普通に来ましたね。正直レヒレは削られてもそこまで痛手ではない。ヤドランさえ倒してしまえばハッサンはヤドランがいても通せるけど、ここは自然の怒りで。このターン交換もありえるかな。ただ別にヤドランとリケティリヒロが有利だからな。こっちが引く行動を読まれるかというとかなり微妙ですよね。引いてきたか、自然の回誰でも半分削れるんで、コケコか。
ガブはもうほぼスカーフ一点読みで考えているので、サンダーに対して誰を打たせればいいという考えで、ここは普通に突っ張ります。ムーンフォースサンダーはもう羽連打で勝てる前提、剣前とかは考慮していません。もう10万ボルト、これはいいでしょう。一応ハスタムのバレパンで飛びそうな圏内ではありますが、乱数絡みそうなんで、ここはサンダーからいきますか。フィールドが切れるまでは羽連打します。でここは羽休め、ガブの前では一回羽してから行動を決める。サンダーはナヤドランを倒すために残さなきゃいけないから、まあ、ハスタムでも勝てれば勝てるんですけど、メガヤドランとの積み合いには勝てないので、なんだろう、型によっては勝てるけど、ハスタムに勝てる型のヤドランってもいるので、そこをちょっと警戒してサンダーできるだけ残したい。ただここでハスタム投げるわけにもいかないんで、コケコはサンダーに倒してもらう。うん、まあ、ハッサムから入ってバレパもちょっとリスクあったかな。乱数、まあ、落ちそうだけど一応乱数絡みそうっていうのと、これワイボゼットじゃなければ問題ないですね。で10万打ってきたんでワイボゼットではないと思います。サンダー耐久なめんなよ、穏やかサンダーなめんな、マジで。はこんな入る嘘、思ったより入ったんだけどまあ耐えたから別にいいんですが、で次のコケコの技で落とすのは不可能なんで、思ったより入ったな。HP なんか30ぐらい残るかなと思ったけど、今18とかでしたよね。まあただ追いついていることに変わりはないですね。あとこいつ一応穏やかサンダーなんですけど、 B にも少し振ってるんで、 B がペラペラってわけではないですね。まあ、サンダーの耐久力を最大限生かした方とでも言っておきましょうか。さあこのコケコでサンダー倒せねえぞ、こっからどうする。残飯もあるからな、こっちは。でガブが来たら一旦跳ねする、一旦跳ね、一応だけど、炎の牙とか打ってくる可能性がゼロではないんで、一旦跳ねします。ひるみがなければ、多分な、残飯と含めてちょうど浮かるぐらいだと思うので、ここは跳ねでいい。激だったら見てからハスタムでいいしな。まあ、ここはちょっと炎の牙をね、警戒して、まあ、一応だけど、相手がハスタム1点目したときに、ここで炎の牙を打ってくる可能性はあるので、これでいいと思います。キリンは見てからハッサムバックでよくて、雪崩もオッケーオッケー、これはハッサムバックで一発耐えるって絶対ね、うん、で跳ねして、でさらに残飯で回復するので、これはまあ問題ないですね。でこのガブの前で剣前が詰めるんですよ。なんでコケコはもう倒せるんですよね。乱数がどうとか関係なく倒せて、ヤドランにも剣舞した後のトンボで交換ができるから、かなり有利を取れますね。なんでここはハッサンバック、サンダーはヤドランとポケコに勝てることを考えたら残しておきたい。でここはハッサン投げて、で激凛でしょ、これは問題ありません。さっきも言いましたが、このガブリアスはおそらくこだわっているので、ここは剣舞、あとガブ毒あるからな、最後ここまで削ったらパリパン一発ぶつければなんとかなるし、ここは剣舞でいいですね。ヤドランバックしてきたら、ヤドランさすがにメガ進化しないとハスタムの剣舞トンボはきついと思うので、メガ進化を誘発できるんですよ。でメガ進化させると今度再生力なくなるんで、サイクル戦での HP 管理が相手の方は難しくなりますね。やっぱ久々に使ったけど、このサンダーハスタムのサイクル結構好きだな。ヤドラン、これは問題ない。サンダーがヤドランにワンパンされることはない。氷 Z とかを食らっても耐える自信がある、うちのサンダーは。まあ、Z 切ってるんで、もう Z ないんですが、相手の方は。まあ、なんで今で言うとメガネとかかなメガネとかだ、まあでもメガネの火力じゃなかったかな、歴史に対して。ここはトンボで OK。まあここはそうですね、相手も耐久上げるためにメガ進化をしなきゃいけない場面ですが、一応トンボを考えた場合はね、まあ中間卓でネットから炎技は多分打ってこない、ネットはありそうですね。ネットの場合焼けなければいいんですが、うん、こんだけ入れば十分だな。で、こ
コアサンダー、一回それが回復してくるかな。あ、オッケーオッケー。あ、まあこれ当たっても大して入ってないんで問題ないですね。まあこれはハスマが突っ張り読みでしょうね。まあ研磨したんで引きづらいという考えだったんだと思います。で、ここはボルチェンでいいよな。うん、ボルチェンでいい。ガブに控えてもさっきと同じ動きでいいので羽をすればいい。でコケコ来たらもうボルチェンが入れば確実にパレットパンチ圏内なんで落としに行けばいい。ディアトランは再生力失ったんで次繰り出してきたらこの HP なんで有利ということで、かなりこっちは有利な状況ですね。行ってきた。はい、コケコかなって気がするけど、ここはあ、ガブか。オッケーオッケー。これさっきと同じく羽でいいですね。それが安定行動。このガブがうちのサンダーをワンパンする技はない。跳ねやすいので、まあ、そもそもワンパンできるのはドラゴン Z ぐらいですからね。 Z 切ってる以上無理だな。ここはハッサムバック読み炎の牙はありえるっちゃありえますね。ワンチャン取るならなだれ。ああ、まあまあまあ外すな相手だ。これ外してるけどズルをしなきゃ勝てないからな、これ相手は。なだれは別に耐えるし、まあ、跳ねも押してるんで当たっててもひるんでなければ問題ありません。はい、そもそもこれ半分飛んのか、飛んなくねえかですよね。跳ねやすめ、オッケーオッケー。サンダーめちゃめちゃ活躍してる。一応僕がこういう動きをしたいと思って連れてきた動きをそのまましてくれてるんでいいですね、かなりいい。でここは跳ねやすめ、一応ひるみ警戒のあのハッサムバックも考えたけど、あのひるんだとしても残飯が入ったら結構10万多分耐えるんで大丈夫だと思いますけど。耐えなかったらちょっとあれだな。よくないな。耐えなかったらよくないけど、まあ多分耐えるでしょう。結構、はい、一応フィールドが切れるまで跳ね連打の方がいいはず。あれやだ、なんか瞑想型じゃなければでも一回引っ込めるのが安定がさすためにボルチェンで、いやでもここ跳ねでいいな。できればあのヤドラに何も積ませたくないんで、ハッサンダーを場に残し続けたいんですよね。できるだけヤドランってシェルアーマーで給食ではないんで、一回積まれると本当シェルが積みかねないんですよね。でだから敵のムーフのダメージがあんま入んなかったから、もしかしたら D 振りで瞑想を積む方の可能性があるんですよ。あ、オッケーオッケー。ボルチェンしない、いやでもこれだったらボルチェンでよかったな。まあいいや、これだったらブルチェンでよかったけど、まあいいや、回復できたんで。ディアドラン、ここも毒でいいよな。あ、ボルチェンしてコケコ来るとちょっと嫌っちゃ嫌なんで毒にしときますか。ベイビー氷以外は何も問題ないはず。一応だけどボルチェン闇のダイモンズが飛んでくる可能性も、まあそれはそれで勝ちなんですが別に。一応だけどハッサムはあの最後にコケコ倒すポケモンとして使いたいのでこれでいいはず。これで毒も入ったんで、まあ、ヤドランがよっぽど奇抜な方じゃなければ大丈夫です。生キレ、これは問題ない。毒入っただったらもういいかな。毒かわされる可能性とかも考えたら微妙だったけど、毒入ったんであればもうここはボルチェンで良さそうか。ボルチェンでここモンジ飛んできそうですね。引いてきた。それもいいぞ別に、うん、それもいい。これでコケコはもうバレパン圏内だしな。はい、ボルチェン、うん、だいぶ長い試合になってますが、こっちはそんなリスキーな行動をしていないので立ち回りとしては間違っていないはず、多分。多分ね。でバレットパンチ、まあここでヤドランバック読み剣舞とかは巻き筋分に積まなくていいですね。ヤドラン見てからトンボでいいんで。引いてきた。はい、まあ、相手はコケコレなんとかサンダー倒そうとしてんだろうな。これはだそれは難しいぞ。でバレットパンチ、
毒が入っての、ここはトンボ返りと安定なんでトンボ返りで、メースは多分ないな。ここでトンボ返り1点読みでコケコバックってありえるかな。やってこないか。まあ落ちそうって落ちそうですもんな、メースピだったら。でトンボが入って、まあまあいいだめ。やっぱこれ B に振ってんじゃなくて D に振ってそうだな。こんな入んねえよな、ヤドラに。これ多分トンボってリヘルムーフォも本来もっと入るはずだから D に振ってそうな気はしますね。モンジーあ、ホラクやっても全然入んないね。いいよこの耐久力。ここもボルチェンでいいよな。もう変な行動してヤドラに生キルされてもいいだし、ここはボルチェンド安定ですね。次はさすがにハッサムのトンボもきつそうですね、きつそうですしね。このヤドラすげえ長くなってんな、この試合1試合だけになるかも今日は。でボルチェンディアドラン倒してこれで勝ちですね。サンダーハッサムのサイクルがかなりうまくいきましたね、まあ、本来このサンダーハッサムのサイクル戦は僕が一番得意とする戦術だったんで、まあ、今世代でももうちょっと使っていきたい。今世代はなボルト使うことのが多かったからな、まあ、ボルトはもう一生使わないんで一生ハサンダーを使って生きていきたいと思います。でコケコ、でまあバレパンで勝ちですかね。ホイバレットパンチ、では対戦ありがとうございました。長かったけど、まあ、内容としては完勝でしょう。はい。